さあ、海馬選手もおはようございます。おはようございます。寺島選手もおはようございます。海馬選手ね、保護猫のね、運動されています。 TNR ですよね。はい、合ってますよね。はい、もう今年も活動はされておりますか。今年はまだしてないんですけども、ここ終わって、はい、と友達からまた野良猫がいるというのを聞きまして、ま、そろそろまた活動をね、はい、この時期ですよね。春なのでね、子猫が生まれちゃうのでね、そうですよね、はい、また、はい、始めようかと。そしてその猫ちゃんの、私が保護した猫を、はい、ね、1匹をいただきました。もう可愛くて可愛くて、もう溺愛しております。じゃあもう猫ちゃんもいて、もう賑やかになりますね。にその猫ちゃんお名前何にしますか。コタロウという名前でございます。もう今日も一緒に寝てきました。いいですね。可愛くて。海馬選手の活動はね、いつも去年もね、お話を伺って、そうですね、去年、はい、話させていただきました ね、はいはい、なので皆さん TNR で検索ね、 TNR をね、一、はい、つ TNN N、R R、逆あ合ってます。あ、こっちです。はい、で皆さん検索していただいてね、はい、活動の方をチェックしていただければと思います。海馬、はいはい、選手にはファンの皆様に最後にメッセージをお願いいたします。はい、一節間事故ないように一生懸命走りますので、ご声援よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、さあ、それでは最後に元気よくどちゃんこいよろしくお願いします。いきますよ、せーの、ダチャンコー。海馬選手、寺島選手でした。ありがとうございました。4回目もすいません。最多かもしれないですね。さあ、選手の皆様、インタビューありがとうございました。さっきまで華やかだったピットが、選手、そしてスタッフの皆様、誰もいなくなって、すごく寂しいピットになりましたが、明日からこのピットがね、賑やかになるということで楽しみにしております。そして、今節の2日目のですね、ドリーム戦がなんと多摩川の姉妹のドリーム戦と名前をね、タイトルつけていただいておりますので、皆さんぜひ、注目していただければなと思います。多摩川の女は全通り買いたいと思います。明日から生配信も毎日ありますので、皆さんぜひチェックの方よろしくお願いいたします。さあ、それでは皆様、このドチャンコを言うと的中しやすくなるというこのおまじないね、かけておきましょうね。いきますよ、せーの、ドチャンコ、ありがとうございました。